ランチャイズチャンネルを延々流しとくだけのブースだったら作ってもいいですんで。あ、そうかそうか。フランチャイズショー中止。日系のフランチャイズショーって毎春やってたじゃないですか、はい、あれは当然、まあ、かなり早めで中止が決まって、はい、と思ったらですね、秋にやるって言うんですよね。今年は幕張メッセでやるっていう話だったんですけど、はい、春ね、はい、それがサンシャインシティに変わって、へ、若干規模を縮小してってことなんだと思うんですけど、へ、9月29日から30日開催する予定ということでね。ただ一番最後に新型コロナウイルスの影響で、開催を中止させてもらう場合がありますとは書いてある。じゃあ春の秋に延期したと。延期したってことになってるね。へ、うん、そうなんだ。でこれは秋にやるよっていうふうに言ったのが4月の末の発表ですね。他のフランチャイズの窓口さんとか比較ネットさんとか、はい、あの辺がどうなってるかなと思ったら、これはみんな中止だね。ずっと予定してたやつはずっと中止で、いつ開始になるかわからないということね。毎年の様子だと3密ですよね。まあね、あの手のイベントがだから今まだどこもできないわけでしょ、ね、個別ブースにあれですかね、透明なシートでもやるんですかね。いやー、もうこうやって並んでいくのかね、うん、かなり長い列ができるじゃないですか。前で説明するんで横で説明したりするんですかね。まあどうなるのかなということで、どういうふうにこの今フランチャイズ その加盟検討者とかこのフランチャイズの募集っていうのが戻っていくのかっていうのはね、関心はありますけどね。まあ、武田塾の加盟検討の、ね、お問い合わせはこの頃また増えてるでしょ、ね、減ってないっすよね。全然減ってないよね。だけどその他のフランチャイズ本部さんどうなんですかね。ぜひコメントお待ちしてますが、どうですかね、減った増えたとかね。もともとこのチャンネルでももうその不況というかになれば、まあ、自分で独立したいって人は増えますよっていうのはずっと言ってて、それはそうなると思うんですよ。あとだから武田塾の場合はテレワークというかそもそも合わないじゃないですか。治療請求があって営業マンが行くわけでもなくて、はい、動画が送られて、武田塾のフランチャイズ加盟のプロセスにおいては全然人に合わないですよね。合わないから、はい、全く変わらないですよね、うん、アフターコロナとかウィズコロナに合ったフランチャイズを探してそれに対応できるやつは問い合わせが増えてるんですかね。だからやっぱり営業マンが行って説明してそこでクロージングしてくるっていうタイプのところは厳しいと思うんですよね、うん、それを仮にそのズームなり、スカイプなりでやるって言っても、やっぱりちょっとね調子が出ないだろうし、同じ効果期待できないでしょ。営業マンのマンパワーで、なんか取ってたところは厳しくなるだろう、ね、じゃないかなと思いますけどね、うん、武田塾だけやってたらね新規の問い合わせが減ってそこから決まる率が減ってって感じは一応しないんですけどね。でもまあ世の中今日5月22日ですけども、25日目処で東京も解除される方向っていう感じになってますけど、どう戻りますかね。昨日ちょうど博多の会社の人と話をしてたんですけど、まあ、博多なんてもう店ほぼほぼ元通りになってるって言うんですね。夜までやってるし。そうなんだ。でもあんまり人いないって言うんですよね。なるほどね、うん、であと飲食店の人はやっぱり高いメニューが売れないっちゃうんだよね。ああ、なるほどね、たまに外出したものね、高いもの食べればいいのにね、うん、だって思うんですけど、そういう風になるとやっぱりちょっと非常に世の中的にはね、お客さんが戻ってくれればいいなとは思いますけどね、まあ、武田塾は、まあ、フランチャイズショーがなくなったって別に、ね、何にも変わらないし、そうですね、だからそういうことで、でもここに出て必ずここから取るっていうとこあったわけじゃないですか。必ずフランチャイズショーに出るっていうところね、そういうところが困っちゃってるとは思うよね、日経さんがね、ブースが減ってあまりに困ってるんだったらね、一個派手なブース、ね、出ますか、置いてフランチャイズチャンネルを延々流しとくだけのブースだったら作ってもいいですんで。あ、そうかそうか。いや、これフランチャイズショーは武田塾はほぼ出ないんですけど、出ない理由っていうのはもう本当にね、あそこにこういるのが嫌なんですよね、もう3日ですからね、3日間いるわけですよ、まあ、そうですね、なかなか大変なんですよ、あれ3日間拘束されて、ね、社長とかその部長とかやってんだからね、あれ。そうですよね、だからそういうリアルイベントに出て知り合ってね、よかったなって思ってるのは小泉オーナーぐらいですか。そうですねそうかそうか、ね、日経フランチャイズショーでもすごいオーナーさんと出会えるかもしれないですけど、ただ3日間ブースに座ってどうですかっていうのはちょっと厳しいですよね、うん、なんで日経の方ね、もしブースが減ってお困りでしたら、フランチャイズチャンネルを延々流しておくだけのブースだったら検討しますんで、いつでも営業をかけてください。まあ、それで同じお金払うって言ってますから、ね、はい